今日是我正日生日，2024年8月16日，40岁。我瞓醒觉之后咧，老婆唔俾我落楼下，唔知佢搞紧乜嘢。誕生日俾你多，有啲細。啊 ，Cheers， 祝告，係，我有。なにこの特別ランチ？今日は台風で外に行けないので、家でレストランにしてみましたって言って。わあ、すごいね。本当だ。イタリアンレストラン。イタリアンレストラン。哇！所以台湾的卡拉斯米有意粉食，有带子，嗰啲系咩 ？Potato salad。哦 ，potato salad。嗰啲啊 ？Pan。Pan。嗰啲啊 ？Maguro。Maguro。哦，いいねいいねいいね，ありがとう。はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。あと80年ぐらいかな。死んでるわ。え？死んでない死んでない。俺 AI なのから俺。やばいやばい。もう今日はさ、台風だったからさ、昨日さ買い物行っても何にもなくって、もう何にもない中で作ってみましたわ。うん、美味しい。美味い。前にね、set up咗棵嘢喺度，跟住等下，顶住个样我，但系点食嘢啊？系 OK。はい、乾杯。はい、乾杯。40歳、イエーイ。健康に気をつけて。セイサロー。どう？このポテトサラダ超うまいんだけど。適当に結構作ったんだけど。うん。そう。マイさん、絶対さ、あれでしょ？俺、マッシュポテト好きだ、好きだって言ってたから。そうだよ。うん。幸せもんだ、俺は。これはね、中にクリームチーズ入れてんの。うん。で、青のりとベーコンと。そのポジション。ちなみに俺たち、ムーディーな音楽を流そうとするわけじゃなくて、ニュースのことだから。いや、ちょっと音楽かけようと思ったんだけど、なんかちょっと著作権とかに引っかかったらめんどくさいなと思って。このジャージー的な音がね、ニュースだからね。天気予報。マジで。天気予報重要だからね、今。重要、台風来てるから。来てるからね。うん。誕生日おめでとう。え？誕生日プレゼント。嘘。本当。サントリーワールドウィスキー青。それでつむき2024年エディション。わあ、やっぱウイスキー。これさ、鹿児島でさ、行ったじゃん。これ一番ウケる、これ。これ一番ウケる。センスありすぎでしょ。センスありすぎでしょ。モンテカロポカークラブ。ちょっと待って、私すごく調べて、質感を大事にしてるわけ。で、これあの本物のクレイ素材のにしたプラスチックノープラスチック、これ本物と同じ重み。だって私それすごい調べて、あの本物と同じ手触りのやつにしたんだから。これ本物とあの同じやわ。これそうでしょ。これはこれはもう面白すぎる。だなんかあの崩壊やるときにジャラジャラやったらさ勝てるんじゃないかなと思って。すごい一緒。すごい一緒。これはちょっとすごすぎる。これ受けるんだけど、これすごすぎるでしょ。これはマジで受けるんだけど、これは
これ中これ次の大会の時に持っていく？超恥ずかしいんだけどこういうのを使ってたらなんか備えてねナルシストかよっていうこの赤いやつ。ああこれはこのブランド知ってる。バカだ。このブランド知ってる。ガラスでしょ。うん、そう。2024年バージョンなの。あ、ウイスキー飲む時のやつだ。そう、24って書いてあるじゃん、すっげえ重い。2024年書いてある。だからまあ40歳の誕生日に一応2024年のグラスと2024年のこのウイスキーっていう。すごい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 。まあデザインはどうかっていう問題あるけど、まあ、いや好きだよ結構。これはそれがちょっとこう一番面白いんじゃないかなと思って。 Especially for you。 じゃあ開けるよ。グラスだね。そうだね。ドラクエかよ。すごいっしょ。半期 YouTuber 性別男レベル40 HP80 816 MP852。 あ、俺魔法師だね。俺の装備充電器とケーブルと SD カード自撮り棒。え、マイさんも装備の中に入ってるんだ。で、装備はボーイフットのバックパック。面白い面白い面白い。これは面白い。これ結構ウケる。これはもう飾りだね。使わないね。いいね、ありがとう。最高の誕生日プレゼントだ。そうでしょう。うん、ありがとう。笑っちゃうでしょ。笑っちゃうよその100ドルっていうところもちょっとさリアルでしょ。あんまり大きいやつをやらないっていうのも知ってんの私。あ、1000ドルとか安いやつでやるね。そうでしょ、安いやつでやるね。あんまりさ、そんなすごい高いやつでやらないっていうのも私知ってるわけ。ありがとう最高だよ。